まあ、垂れ流し引くわ、ちょっと。まあ、試合、ため以降やね。ため以降は、まあ、俺がかなり、まあ、好きなロボットではあるけど、まあ、普通にロボット対ピット、まあ、親対ロボット上手いから、まあ、この試合はもうなんかあれやね。普通に、差し合い勝って、展開継続も勝って、勝ち。 別になんかそんなに触れる要素があまりない。普通にロボットの負けパターンっていう感じの負け試合ですね。まつげ負け試合で勝ち試合だったかな、うん。フリーの時5分目だった。フリーの時5分目だったっけ俺とタメイコさんのフリーって。そんな負けてた俺。体感7割ぐらい勝てた気がするんだけど。 覚えてないわ17だったよく覚えてんねみんな17だったのそれが本当なら7割とか全然勝ってなくて臭いや、ね、普通全然全然5分ぐらいやったわ俺あの時結構疲れてたしな この試合はでもね、まあ、パフォーマンス良かったね。まあ、だいぶさっきのゴリオカ戦で調子も取り戻して、やぶ冷静にうまくやれた気がします。この試合は。まあ、確か結果は3-1だったけど、まあ、即死コンボされた試合だけ負けて、それ以外勝ちみたいな。まだ、あ、まあか普通に勝ったかなっていう感じだった気がするね。まあ、このカードはやっぱ着地狩りも崖キ狩りも、まあ、てかね、崖狩りやっぱロボットきつい。 なんか上空から帰ってきてごまかしたりとかはしてるけど、やっぱいざ崖つかんだらやっぱ体もでけえし、崖上がりがやっぱ強いキャラじゃないから、まあ、普通に崖上がりされたらやっぱきついね。着地狩りもやっぱ空泳でごまかすのがやっぱ強いけど、まあ、ピットの空泳がね強いんで、そこはうまくやれてるかなという感じ。なぜ終点まあ確かに。まあ、なぜ終点まあ俺の方が展開継続うまいからじゃね。<laughs> 俺がロボット使ってるときはね、終点大好きやけど、俺は別に終点でロボットと対戦するのが嫌なわけじゃないんで、別に。うん。まあ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 、この辺は、まあ、弓当てて、って感じやね。まあ、ピットって別に、下に対して攻撃、空したぐらいしかなくて、別に真下から帰ってくる相手に圧かけるの、あんま得意じゃないから、 まあ弓嫌がらずに下からかかってくればいいんだけどね、普通に。言っちゃうと。タメゴさんはやっぱね、ロボット使いの中では結構ロボロボしてないというか、割となんかちゃんとスマブラスするタイプだから、個人的に結構うまいと思ってるけど、 こういうね、そのばかりにクエヌとかもさ、普通のキャラやったらもうちょい当たりづらいんだけどさ、ロボットがでかすぎてさ、当たっちゃうんだよな。クエヌ振っとけばそのばかり枯れちゃうんだよな。普通のキャラはね、もうこんなに当たりやすくない。なんかその、ピットのクエヌってさ、なんか打ち始める、打ち始めはちょっと低い位置からスタートするやん。ジャンプして最速でクエヌ打った時って。でも、その小ジャンプの最高点ぐらいって、普通のキャラだと結構当たりづらい。 身長高めのキャラとかはいいんだけど、普通のキャラに対して小ジャンプクエネ普通に撃っても、位置がちょっと高めな時ってなんか当たんない時とかあるんだけど、ロボットはもうでかすぎて、どんなタイミングだろうがもうその場かりにクエネ撃ってたらもう絶対枯れるから、クソ適当にクエネ撃ってるだけでやっぱ、本当にその場かり枯れちゃうから。まあてか俺がもうその場かりっていうのをね、もう基本的に通サイに生き物なんで、あんまやめた方がいいんだけど、普通に。まあ、やめなーって感じ、その場かり。 てかまぶっちゃけ言っていいみんな俺に対してはその場にすのやめな普通に倒さないからなんかいまだになんかオンライン税じゃない人もオンライン税の人もなんかその場まだワンチャン通るんじゃねいみたいなノリでしてくるけどあの普通に通んないからやめなそろそろ全然かるから これとかもね、なんかかなり見てから行動やねん。めちゃくちゃ見てから行動あ。この時の俺のさ、メンタル、精神状況ってさ、こう空演してさ、相手がその場かいして、フレーム的にはそんな不利じゃないけど、台上乗っちゃった、みたいな。ちょっと気まずいな、みたいな。で、これから何しようって考えた時に、一旦相手が何してくるか見るかっていうフェーズ。これなんかさっき俺がちょっと説明した、 なんか俺がこれから何をするかっていうのを一回シャットアウトして相手が何をするかをか見るのに10コスト全部かけてる珍しい場面緩急完全に街の緩急だねだからこの相手の打ち回避を見てから空合っていうのを選択できたっていう感じやん、ね、これってマジです正直このプレイって一見普通のプレイに見えるけどこれができるやつってマジでいないと思うよこれすごい 相手のこのこ打ち回避を見て空を撃てるやつはマジで少ないっていうのも、結局、この場面ってさ、ピット側の選択肢って、まあ台降りながら空前とかさ、まあ一旦下がって台降りるとか、でまあロボット側が動いてくる読みだったら台ジャンプして一回台から逃げるとか、いろいろあるわけじゃん。けど、ピット側は、例えばこれから何をしよう、空前しようかなとか、いろいろ考えて、 空前当たったら、ゲスできるかもしれない。空前外れたら、何々しようみたいなのを考えてると、まあ、ロボット側がしてきた行動に対しての回答っていうのに、やっぱ避けるコストが減るわけなんですよ、結局。自分が何をやりたいかっていうよりは、相手が何かをしてきた時に、その対抗策を用意するっていうフェーズにコストをかなりかけるように、バランスを調整することによって、まあこういうプレイが生まれるんだよね。 この回避をした相手に即座に空洞を打つっていうのはこれから何をしようかなっていうのにコストを割いてる人間ではできない一見普通のプレイに見えてこれはマジで今の空洞を打てるのはマジでこの世にまあそう多くはないね俺はこのなんか意識配分の緩急がうまい俺の すすすぎぎたこれう地味上手すぎポイントだと思いますこれ普通にできるやついない。てかなんか、なんて言うんだろう、技選択までは結局できるんだけど、なんか技選択、なんかその、どう技を打つかみたいなのまではいくんだけど、技選択まで意識で変えることは結構むずくて。 なんか、最初から車へ撃とうとしてて、相手が動いたからちょっと早めに車へ撃つとか、相手が動かなかったから遅らせて車へ撃つみたいな。同じ技を撃とうとしてて、その技の撃ち方を変えるみたいな結構できる人がいるんだけど、さっきの打ち回避に対して空母ってさ、そもそもあの位置にいる相手に対して空母を撃つことってないから、空母っていう技選択自体がそもそもあの打ち回避によって生まれたものなんだよ。戻すと。 ここでさ、この空母したのってさ、もうおかしいじゃん、そもそも。これから空後しようって、絶対俺の脳内にないじゃん、今。あ、だって相手が前にいるんだもん。こっからガードしてる間でガードしてる時にさ、相手に空後打ちに行くのって、ガード解除して反転しなきゃいけないから、めちゃくちゃ工程挟むからさ、この前にいる、台の前にいるロボットに対してさ、これから空後しに行こうって絶対なんないじゃないですか。普通に。なんないし、なってないんですよ、俺も。 けど、相手の打ち回避を見てから、あ空港と、ってなってそれが間に合ってるっていう例なんで、これはもう本当になんか最初っから空港ととしてたわけじゃなくて、まあ相手が動いたのを見てから、何か技選択をしようっていう、のを念頭に置いてたからこそできたっていう、あれなんで、まあ全然マジで、違う、な難,難易度が違う。 なんか俺はこういう立ち回りキャラを使う時に意識してることとしてその意識配分をなんか変えるっていうのがま待、あ、ちとか攻めとかあるじゃん自分からタコをかきに行くか待つかみたいなその意識配分とをマジ変えるっていうのが結構よくやってて普段は攻めたり距離詰めたりとかしてても定期的にこの待ちの緩急意識配分をつけることによって まあなんかそのタイミングで噛み合って相手が攻めてきた時とかに途端になんか対,なんか対応策が早く相手のミスに出てくるからめちゃくちゃやりづらいみたいな、まあ、緩急が大事だよねやっぱなんて説明したらいいのか難しいなまあ結局ね相手も人間なんで、まあ、毎回同じ行動してたらダメですよってことですね簡単に言うと攻めも守りもまあ緩急が大事ですよ この辺もまあ地上戦普通に勝ってまあロボットの体がねでかいから地上戦でもやっぱ空ねの圧が大ジャンプとかにもすぐ当たっちゃうから圧があるっすね。に